ハモネさんお疲れ様です。 BTL 毎日楽しく遊ばせていただいております。みんなこれ最初にこのメールのなんだろうな、こう書き出しみたいになってて、この文章を書かないと読んでくれないんじゃないかみたいな、そういう縛りを受けてない？大丈夫？脅しているわけではないんだけど、気軽に送ってください。コンボ中のゲージ増加のルールについて教えていただきたいです。コンボの後半に 3C で打ち上げてクナゲで締める場合に、刻みはなるべく少ない方がダメージが高くなりがちですが、ジャエンジャエンジャエンクナゲのように刻みを増やした方がゲージ回収は多くなるのか気になってます。技ごとに固定の増加量が設定されているのでしょうか？つまり刻めば刻むほどゲージ回収が増えるのか、またダメージ補正の影響を受けたりするのでしょうか？かっこ補正がきついときは刻まない方がゲージ回収は良かったりはしないのか。もちろんコンボの構成によっても、変わってくるとかと思いますが、基本的なルールがあれば教えていただけると幸いです。なんだろう、バチクソにゲームの仕様の質問なんだけどなんだろうな、こう攻略情報すぎない？これちょっといくらなんでもそれ俺が答えていい時期じゃなくない？なんかそのね完全なオタクメールなんですよねこれ。どうしようかな。まあ、結論から言うと自分でちょっと調べてみてもらえると嬉しいですね。ここまでさ条件が分かってるんだったらさ、あとは調べればよくない？ここまでさこれとこれの比較をしたらどうなるんですかって書いてあるんだったら、それとそれの比較をしてみればよくない？みたいな気が、してしまいます。ここまでこう成長した格闘ゲーマーに対してはちょっとそのまま君でいてみたいな気持ちにいてほしいですねだいぶ細かいですね。トレモだとさ、だってあるじゃない、設定がいろいろ。マジックサーキット増加をデフォルトにして、この状態でさ、コンボやれば、まあ、どれぐらい増えてるかってのは分かるっちゃ分かるんだけど、確かに、目視しかできないから、何パーセントって書いてないから、分からんって言われたら分かんないけど、困った時は、こういう時にね、シェアボタンを押して、スクリーンショット撮影をするわけですよ。あ、じゃあごめんか。あれこれ撮れないんだっけ？じゃあ長押しか。長押しとかして、カシャッとか撮って、そのゲージ量を撮るじゃん。まあ、定規で測ったり、キャプチャーボードを撮ったりしてもいいんだけど、これで撮って、キャプチャーギャラリーに行って、なんか、もしくは、USB でね、PC にコピーしたりして、比較したりするのが、まあ、オタクのやり方かなという気がしますし、それでわからないぐらいの差だったら、それでわからないぐらいの差しかないから、まあ、いいんじゃないかなという気がします。あ、確かにね、この状態で、何発殴って、ゲージがピカって光るかで調査するとかも結構いいっすね。この回数か、みたいなやつな。まあでもこの辺の研究も、なんだろう。これって別にさ、格ゲー衰退ではないのよね。なんだろう。もう十分にのめり込んだ人からの質問だから、そう言っちゃいますけど、まあそんなにこう、ね、重要ではないって言うとおかしいんだけど、ね、必須なことではないので、まあ確かに出ておりませんね。まあトレーニングモードで例えばゲージ残量の値、数値とかがもうちょい見える化してるといいのかなって気はちょっとしてるね。今このダメージ、トレモだとダメージ数出るけど、これがダメージ数じゃなくてゲージ増加量とかも出てると多分嬉しいんだろうなとは思う。あ、そうだね。同じコンボ何周もするのはいいね。例えばじゃあボタン配置がおかしいのかも。っていう、こう、記録させて。1回、2回、
3回これでだいたい 1.9 ゲージぐらいじゃねみたいなね、例えばなるじゃん。でなった後に、じゃ似たようなレシピで違うのを記録して、っていうのを記録して、どっちが多いのかなみたいなのを調べるみたいな、こういうアナログな手段が求められているんだ。うん、ゲージこっちの方が増えてるなみたいなね、例えばこれでわかるじゃん。一応さっきのコンボと最後、さっきはジャンエ3回だったけど、このコンボは BC 空投げ、 AAA 空投げと BC 空投げにしたんだけど、いや BC 空投げの方がダメージも出るしゲージも増えてたなみたいなのがまあわかるじゃんみたいな話。はい、いや、あのそれだけだとわからないこともあるとは思うんだけどね、という感じでちょっと頑張って自分で調べていただけると嬉しいなと思います。お便りいただきありがとうございます。